みんなこんにちは、科学のお姉さんこと五十嵐美希です。今日はみんな間違い探しをするよ。動画の中には本当の世界ではありえない間違いがあります。間違いを見つけてみてね。それでは Let's find the mistake。 今日は粘土遊びをするよ。ちなみに重さは全部同じ 500g だね。さてさて、何を作ろうかな。まずはハート、可愛くできたよ。次は何を作ろうかな。じゃーん、大好きなご飯を作ってみたよ。つぶつぶを作るの大変だったよ。オッケー、じゃあ次は何を作ろうかな。できた、ハニワ力作です。さすがハニワ、重いね。みんな間違いは見つかったかな。わからなかったお友達のためにヒントです。はじめ 500g だった粘土、形を変えたら重さはどうなるんだっけ。ではもう一度動画を見て答え合わせをしましょう。そうそう、粘土が3個あったよね。粘土を乗せる前の測りは、よし、全部0になってる。それで重さが全部同じ 500g だったよね。はじめはハートを作って重さは同じ 500g だね。次はわあ、ご飯を作ったけれど、え、間違いはご飯に見えないって。いや、それは間違いじゃないよ。ちゃんとご飯に見えるでしょ。ちょっと腐ってる気はするけど。重さは、あれ、軽くなってるね。おかしいな、ちゃんと全部ご飯粒にして全部はかりに乗せたのに。さて次は埴輪。え、美希先生がこんなに上手に作れるはずはないって誰か言いましたか。残念ながら間違いはそこではありません。注目ははかりだよ。重くなっているよね。みんなもうわかったかな。粘土は形を変えても重さは変わらないので、どのはかりも 500g になるはずです。ということで間違いは重さが変わっているでした。今日の間違い探し楽しかったかな。今日の間違い探しについてもっと詳しく知りたいという子は実験の動画を見てみてね。正解した子はもっとクイズに挑戦。次の動画を楽しみにしてくれている子はチャンネル登録とグッドボタンをお願いします。それではまた次回、バイバーイ。